三国志は、横山光輝による日本の漫画。1971年から1987年まで、史を出版社、希望の友、少年ワールド、コミックトムに連載された。横山光輝の代表作の一つで、吉川英治の小説、三国志を基調に、独自の解釈等々を織り交ぜて描かれた作品。吉川三国志が、諸葛亮の死で終わっているのに対し、 本作は食が滅亡するまでを全60巻で描いている。三国志を描いた漫画の先駆にして、黄金の乱に始まり、食の滅亡までを描き切った、長大な作品である。この作品によって、横山光つテルは1991年、第20回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した。2020年5月時点で、累計発行部数は8000万部を突破している。 単行本20巻までは児童向け雑誌である希望の友で発表されていたこともあり、登場人物のセリフや表現が子供でも分かりやすいように横山によって配慮されていた。読者に大人が多いことを知ると横山は描き方を変更した。また、長飛が孫悟空の金庫のような輪を身につけた無効傷の大男に描かれたり、髭を生やした十条寺、髭面で巨漢の旅婦、 そして痩せている、東卓など、一部の登場人物の外見は、三国支援儀には基づいておらず、横山独自のものになっている。また、中国の一夫多妻制度が、日本人に馴染みがない鳥指の最小を玄徳夫人と一人の人物にしたほか、純育、帝育ら、曹操の三望らが多数登場させることも反差だと、はっきりとした描き分けをしなかった。 五冠末を描いた作品ながら、連載初期には登場人物の服装が、とう、そう、秋代のものになっているが、当時は中国との国交も完全には回復しておらず、五冠末期の風俗を記す資料などが手に入りにくかったとする胸のコメントを横山自身が寄せている。そのため、優秀大衆の龍縁が天使しかつけることを許されない冠をつけていたなどの、 連載中に見つけた太画展をコミック版になってから修正したほか、以後も感触や時代に合っていなかった服装などをテレビのロケなどで中国に幾度も訪れて思考定量などを参考に研究し、1997年に発売された文庫版で一新としてこれらの修正を加え言葉なども一新した。やはり、間末のものではない武将の鎧。 武器については修正されていないが、これは先行する三国史を題材とする諸作品でも同一である。また、相当な長編であるため、長らく登場しなかった人物が骨格まで全く別人のようになって再登場することもある。劉備を中心に描いたことや連載史変更の都合で、関和他史の戦いから、遠視滅亡に至る曹操の過保可平定という、 危険国の基礎にあたるエピソードがほとんど削られている。削られた部分については、作中でも時間が経過した設定になっており、青年的な容姿だった劉備や曹操が中年的容姿に変わっている。また、その結末も59巻で、五条件の戦いでの諸葛亮の死を描き、残り一巻余りで、諸の滅亡までの30年間を描き、義になり変わる進むの誕生。 そしてその進むによるクレの滅亡、天下統一までは描かれていない。60巻の主人公といえる脅威についても、儀に降伏したところで、出番が終了しており、食復興に向けての策略と、その失敗による死は割愛されている。諸葛領死後の話が、大幅に割愛されているのは、吉川英治の小説と同様である。内は希望コミックス登場館本作の軸となる国。 首都は成都、謙遜な山岳に守られた溶害の地。君主職将その他首都は落葉。中国の三分の二を支配する大国。玄徳のライバル曹操がその石を築いた。君主義将その他、副皇后及び副一族処刑の権や、検定大尉、総秘即位の権などで、指名不詳の武将が多数登場している。その他首都は、剣業。 医療の戦い以降のエピソードはほとんど割愛されている。君主暮れ将その他官王室軍優その他本作品は何度かアニメ化されている。ありがとうございます。